どうも、うかつよしです。もうね、すでに暑い、すでにめちゃくちゃ暑いです。ということで今日はですね、おそらく最後になるであろうゴルフ7の洗車行ってきます。ではね、ちょっとね、エアコンで冷やしてから行きたいと思います。32度。よし、変な子挟まった。到着。これをね、用意していきましょう。ビートルの後ろがこういう風になってるからフロアマットが2枚か。なるほどね、そういうことか。はい、ではね、今から吹き上げの方をしていきたいと思います。絶対汗かくけどやります。はい、一応こんな感じで終わりました。暑かった。一応ですね、僕はいつもね、吹き上げ自分でするんですけども、普段はお店の方がしていただけるということでですね、で、こっから今からもう最後ゴルフ7動画に残したいということで別のところ移動していきたいと思います。では行きましょう。これ閉めなきゃいけない。一応ね、エンジンルームも綺麗に吹き上げました。はい、フォルクスワーゲン下関から移動してきました。ここはですね、日の山の頂上また来ましたね。雲がね、ものすごくいい感じということで、最後一応洗車終わりの、ゴルフ7を見てください。ギラギラです。ギラギラ、ツヤツヤ、ピカピカです。で、一応ですね、僕がですね、もうちょっとしたら、フォルクスワーゲンザ・ビートルに乗り換えるっていうことになりますので、一応この動画でですね、最後の僕のこのゴルフ7、こちらをですね、見納め動画みたいな感じにしようと思います。一応ですね、この車が2016年式の、フォルクスワーゲンゴルフ7フォーティースエディションという限定車になりますね。で、もともとホイールはシルバーのタイヤだ、ホイールだったんですけども、一応ブラックの方に変えてます。メーカー的には、ボルベットというブランドですね。もう黒い、ツヤツヤ、ピカピカに今仕上がってますね。インチ的には17インチを履かせております。一周ね、こうぐるっと見ていきましょう。このね、後ろからのね、ここのスタイルもすごくかっこよくて好きですね。横も、横からも見てみようか。こんな感じ。
こんな感じです。こんな感じのシルエット雰囲気になりますね。で、一応変えたところはまずこうね、ホイールタイヤですね。こちら17インチボルベット製になりますね。あとは一応ね、こちらフォルクスワーゲンのマークをですね、黒の方に変えております。ブラックですね。で、あとヘッドライトのところにアイラインをつけたりしてます。一応ね、乗って2年ぐらい経つんですけども、まだね、こう光沢があるような感じ、もともとねコーティングをしていましたので、まあツヤ感はねすごく保たれているんじゃないかなと思います。こんな感じです。結構まだまだ綺麗な方だとは思いますが、いかがでしょうか。で、ここにねゴルフっていうエンブレムとかがあったんですけど、その辺はね外してます。リアもねこうブラックですね。車高もね下げてるので結構ね低めな感じなんですよね。こんな感じの低さですね。外装的にはこういった雰囲気の車に約2年ちょっとですね乗ってました。まあ、これからねまだまだ距離的にもまだ2万キロしか走ってないので、十分活躍する車なんじゃないかなと思います。こういう風に動画に残しておけば、僕もねいつでも振り返って見られるので、そのあたり YouTube のいいところかなとか思ってます。あとこういったねマフラーカッターとかも変えてますね。なかなかまだねタイヤもねあんまり走ってないので、水はね全然ありますのでですね、インチ的には17.45215でございます。もうすごくねツヤ感がまだまだあるので、かなり僕まだ綺麗な方だと思いますね。まあ、またね一から磨いたらもっとギラギラになるはずです。あと内装のこだわりといえば、結構シンプルな作りに徹しているような感じですね。あとシートがこういう青と黒のチェックのチェッカーフラッグタイプを買いました。こんな感じかな。で、かなり黒いスモークを貼ってますね。結構真っ黒のイメージに仕上げたいっていうことでのブラック、どうでしょうか。こんな感じですね。いいじゃないですか。ちょっと遠くからも見てみましょうか。引きでこんな感じの車、もうこう見たらまたね雰囲気あってかっこいいですね。結構ね車高はだから低めの感じですね。こう見たらかなりね低いような感じがしますが、いかがでしょうか。あとね、マフラーとかはノーマルなんですけど、エンジンかけた時の音がいいんですよ。ちょっとかけてみましょうね。かけるときはブレーキを踏んで回す。もうね、汗で、すごい。ということでね、今エンジン吹かしてみましょう。なかなかね、いい音だと思いますよ。ドイツ車はね、こうエンジンの音もかっこいいんじゃないかなとは思いますが、いかがでしょうか。こんな感じの僕の、2年ちょっとお世話になったゴルフ7でございました。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、先ほどフォルクスワーゲン下関に行って、車最後洗車してきました。この車ね一応2年ちょっと乗ったんですけども、次から、同じフォルクスワーゲンのザ・ビートルという車に乗り換えようと思います。こういう風にね動画に撮っておけばずっとね、残るものなので、これからもですねどなたかの手に渡ってですね、楽しいドライブとかこの車もですねいろんなところ行けたらいいかなとか思います。いい思い出になったんじゃないかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。